一生もんだと思います。これ軽量なんで飛行機も全然行けますし。僕はあの薪ストーブ6つぐらい持ってるんですけど、やっぱ薪ストーブをずっと使い続けてる中で、まあ飛行機に乗って冬の北海道に行きたいなと思って、チタン製薪ストーブって大体まあいろんな商品ありますけど2キロぐらいなんで、これだったらまあザックに入れてあの飛行機で持っていけるなと思って買いました。あったかさは本当いいです。もうやっぱりキャンプの薪ストーブとそんなに変わらないですね。まあ冬の北海道とかね、うん、あとなんか電車とか徒歩キャンプで薪ストーブ持ってきたい人とかね、これからのシーズンとかいいんじゃないですかね。まあ外で使っても全然あったかいですし、近くにいたらまあ僕みたいにテントの中に入れるのも全然できますね。まあポールとこの生地合わせてですね、なぜか 1.6 キロですね。ティピテントとしても結構、まあシルナイロン使ってるんでこれだけ軽量なんですけど、あとカーボンポールですかね。で、あと特徴的なのがこの薪ストーブの煙突口があるので、まあそれでいて 1.6 キロなので、それで購入しました。冬の時にまあ電車とかまあ飛行機の時はこれを持ってったりしてますかね。はい、薪ストーブが中にインストールできるので、中であのコット2つ引いても全然余裕がありますし、はい、かなり中は広いですね。もともとこれ4人用なんで、ワンポールテントなんで簡単にテント張れますしね。なかなかその息子と一緒に行ってる時ってやっぱり時間がやっぱ限られてる中なんで、簡単に設営できたらいいなっていうのと、まああとはまあさっき言ったように軽量であることと、はい、このやっぱ薪ストーブをインストールできるのがなかなかないかなと思ってます。まあ結構収納力もありますし、まああとは単純にアルコールバーナーを使ってみたかったっていうこともありますかね。はい、なんかかっこいいじゃないですかちょっと開けてみますね。そしたら結構こんなか、まあ、まずフライパン、あとこんなかケトルですね。あとですね、鍋が2つあるんですよ。これは何かというと風防なんですね。実は言うとこうやって逆にして、はい、で実はこの中にアルコールバーナーがこれ隠れてるんですね。はい、でこの中にセットして、まあ、こうやればお湯が沸かせる。やっぱりこうスウェーデンのものなので、やっぱり北欧のものってやっぱり寒冷地とかでも全然問題なく使えるようにできてるんで、寒かろうが風が吹こうがこの中で全然お湯が沸かせます。軍も使ってるみたいですね、スウェーデン軍も。僕がよくやってるのはこの大きい鍋で、まあ、冬だとね息子と2人で鍋料理したりとか。火力弱いんじゃないかなって思うかもしれないですけど、結構火力強くてもうすぐ沸いちゃいますね。アルコールなんで飛行機には持ち込めないんですね。だからこの燃料用アルコールっていうのを、まあ、買うんですよ。現地調達なんですけど、でも薬局に行けば大体売ってます。でこの燃料アルコールがどうしてもなければ、あの消毒用アルコールっていうのも使えるので、あの大体僕も沖縄とか北海道とか飛行機で行くとき、あの島とかも行きますけど、大体まあ薬局はあるんで、今日本全国。この前もあの韓国行った時もこれ持ってって、全然燃料用アルコールはありました。あの名前の通りノコギリですねまあ何に使うかというと、まあ、僕、まあ、薪をも当然いろいろ処理したりするんですけど、まあ、ナタとか、まあ、斧とか、まあ、フルタングのナイフとかも、まあ、使ったりするんですけど、まあ、時々ですね、まあ、硬い木とか流木とかあるんですけど、そういう時はこうやって切ったりすると結構簡単に切れたりするんですよね。はい、だから結構まあさっき言ったような飛行機で行ったりする時は斧とかは持っていけないんで、まあ、小さいフルタングのナイフとこのノコギリを持ってったりしますね。流氷キャンプっていうのを、まあ、やったりするんですけど、まあ、その時に、まあ、オホーツク海に海沿いに結構濡れてない流木がたくさんあるんですね。で流木ってすごく燃えやすいんですけど、硬いんですよ、こんなんで。だからなかなか刃が入っていかないんで、このノコギリで切ってこう遊んだりしてますね。
皮膚希望なんですけど、こうやって組み立てるとですね、取れますかね。もう先っちょを見てもらえると、こうやって皮下希望になってるんですよ。結構薪ストーブの時とか使ったりするんですけど、この皮膚希望を、この皮下希望がですね、まあ、結構薪ストーブって奥の方に溜まるんですよ。燃えかすみたいなのが。それがちょっと奥に詰まって、煙突を詰まりになったりするんで、こうやってかき出すためにも使ったりします。まあ普通の焚き火でも使えますけど、まあこうやっていじったりとかしながら、ふっふってやることもできますね。あとまあこうやって収納ができるんで、また元に戻しますね。こうやって。こういうふうにできるんで。はい。やっぱ収納力もある皮膚希望でいいかなと思ってます。アルコール、まあ、万が一ない時もあるので、まあ一応 CB 缶がこれ使えるので、まあ、僕はいろいろ全国回ってる中で、一応、まあ、牡蠣類ないとちょっと大変なんで、このフュージョンは持ってってます。必ず。まあ、軽量でコンパクトですからね、こんな。ちっちゃいのでおなじみですね。やっぱちょっとオーディ缶っていうもの自体がやっぱりアウトドアショップにしかないので、この CB 缶が手に入ればやっぱりまあ安心ですよね。うん、これはかなり便利でいいですね。まあやっぱりこれ軽量なんで飛行機も全然行けますし、まああとは普通に普段使いでもしています。本当ペットボトルと同じぐらいの重さなので本当に軽いです。雪の時とかぬかるんだ時ですかね。こういったアダプターがあるんですよ。これをつけるとですね、雪の中でもめり込まないですね。こうやってつけると。結構売ってるので、ぜひ使ってみてください。値段が張ったりするんですけど、まあさっきも言った通り、もう本当壊れないですね。よほどのことがない限りは。これやっといてって言ったら、うちの息子8歳ですけど、もう何回かやってるうちに覚えて、これぐらいは貼れるようになりました。これで 463g だそうですすごい軽いんですよ。それでいて R 値ですね、 R 値が 7.3、 もうだからもう厳冬期でももうマイナスだろうがなんだろうが、これがあればもう下からの冷気は遮断できますね。R 値はですね、そのマットの、まあ、簡単に言うと、まあ、数値が高ければ高いほど、まあ、断熱性というか冷気を遮断できる値ですね。4以上だったらオールシーズンなんで、これもう 7.3 はもう本当に氷点下のところだったらどこでも大丈夫ですね。まあでもオールシーズン行けて、そういった徒歩だったりとか、まあ、電車、まあ、僕みたいに飛行機で行く人にはとてもいいんじゃないですかね。あとまあ登山でも全然使えると思います。寝心地はいいですね。やっぱこれだけ厚さがあるんで、もう何にも困ったことはないですね。大きさは結構ちっちゃくなりますね。ほんとこれぐらいですね。20センチぐらいですかね。はい。もうこんなしっかりしてるのになんと 1.2 キロしかない。こんな軽いですほんとこれぐらいなんで収納すると、うん、もうだから僕は飛行機でキャンプするんで、まあザックの中に突っ込んでも全然持っていけるような、もうほんと軽量でコンパクトなコットですね。しっかりしてます。こんな軽いのに一生もんだと思います。はい。ソフトクーラーボックスなんですけど、まあ当然ソフトクーラーどっちも使ってますけど、まあ飛行機で、まあ、キャンプ行く時にはこれをサブバッグとして入れてですね、まあキャンプ道具だったりとか、まあ、服も入れたりとかして行きの時は、現地に着いたらちゃんとあのクーラーボックスして使ったり、ソフトクーラーだけじゃなくて、まあ、バッグとしても使える、なんかすごくいいものですね。まあ、当然ソフトクーラーと聞いてみんな夏にこの中に板氷たくさん入れて、まあ、冷やしたりもするんですけども、実は、まあ、雪中とか冬キャンプやる時ってやっぱり氷点下まで外下がったりするんですよ。そういう時にまあ、この中に食材を入れていくとですね、まあ、凍ったりしないんですね。実は保温の機能もあって、はい、だから割と冬キャンプでも僕は使ったりします。